はい、どうぞ。あー。ん。今日は特に浮かれすぎだよ。ただでさえトラブルに巻き込まれやすいんだから、少しは自覚して気をつけてよね。なにこれ、美味しい。おお、これはカタリナ・クライス嬢、久しぶりだね。破滅フラグは無事に回避しましたし、残りの人生を楽しむつもりでした。今でも思い出すだけで恐ろしい。あなたを愛している。カタリナ様も魔法省に入っちゃいますか。魔法省に入ったら結婚しなくていいの。カタリナ・クラエス嬢、ジオルド王子と共に消えてもらいますよ。一体なんでこんなことに。私たちは今まで何度も破滅フラグを回避してきたじゃない。素晴らしき破滅、もちろんだ。私は何の目的で連れてこられたのでしょうか。こうしている間にもカタリナ様に危険が及ぶかもしれないのですよ。おう、その手を離しなさい。手を取ってよ、バラマ。俺のものにならないか。なんだこの状況は。突然急接近、あんたんたに恋をして。乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。とてもじゃないけど眠れないわ。2021年7月放送開始。